はい、どうもこんにちは。今日はですね、先日アンカーさんの製品発表会に行ってきました。今回の製品発表会はプライムシリーズの発表会です。ちょうど1年前もやったんですよね。まあそれの2024年度版ということで、今年もね、最新鋭の充電器バッテリーなどをねちょっと見てきました。はい、その際にですね、ちょっとアンカーさんからいただいたものがございまして、なんとね、今日発売されるアンカープライムの充電器バッテリーかな、まあ、込み込みのやついただきました。それがこちらですね、アンカープライムパワーバンク 9600mAh 65W フュージョンですね。はい、こちら名前にフュージョンってついているんですけど、これフュージョンってつくとね、バッテリーとその急速充電器 AC がつくモデルなんですよね。そうなんですよ、このプライムシリーズで初めてこのフュージョンタイプが出ました。もう発売日に買おうかなと思ったんですけど、アンカーさんからせっかくいただいたので、今回はねこちらを紹介していきたいなと思います。それではね、開けていきたいと思います。まだね、開けてないんですよね、未開封。はい、こんな感じですね。中身がですね、本体と C2C のケーブルですね。ナイロン製で結構いいやつですね。はい、で、入れ物ですね。はい、こちらになります。こちらの製品ですね、説明書、スペック表はあるんですけど、説明書みたいなのがないので、はい、もう触りながら確かめていきたいと思います。まずデザインがですね、こちらは昨年発売されたプライムとまあ似てますね。正面がこの大きめのこのディスプレイになっています。で、横のボタンを押すと表示が出ますね。この表示系に関してはね、前回のプライムシリーズとほぼ一緒ですね。バッテリー残量と、あとはですね、このバッテリー状況に関して、その温度だったりとか健康状態ですね、その辺の表示がなされております。で、この正面のディスプレイも結構ね、光沢があって綺麗なんですよね。すごい見やすいし、かっこいいですよね、やっぱりこれは。で、側面の方はですね、ちょっと見えづらいんですけど、ザラザラになってます。これでね、しっかりグリップが効いてね、手に持っても滑らないって感じです。で、今回フュージョンということで、コンセントにさせます。うん、でもストラップもついてるんでね、アクセサリー感覚で持っていけるかな、うん、っていう感じです。意外と重さもね、そんなにないんですよ、これ。このアンカープライムですね、このプライムシリーズっていうのが、アンカーの中でフラッグシップですね、アンカーの中でええやつっていうシリーズなんですけど、このフュージョンモデルがね、今回初めて出たということで、注目度が抜群に高いです。うん、で、こちらサイズがですね、 11.5 の 4.4 の 4.2 ですねとなってます。で、重さが約 308g ですね。バッテリー容量が 9600mAh ですね。約1万 mAh なので、1泊2日の旅行だったりとか出張、お出かけ用にちょうどいい容量になってます。プライムシリーズ、去年出たやつは1万ちょっとと2万と2万ちょいかな、まあ、昨年のプライムシリーズちょっと大きめだったんですけど、今年はねちっちゃいです。はい、ペットボトルと比べてもまあこんな感じですね。はい、まあ、スマホと比べても全然ですね。うん、で、そこにまあコンセントがついたということで、すごい持っていきやすいなって思います。先日もですね、アンカーパワーバンクかな、それの1万 mAh のものをですね、動画にしたんですけど、またそれとはね、方向性だったりとか違うんですよね。やっぱりプライムシリーズということだけあって、出力のところがやっぱ高いですね。高級感のあるデザインなので、やっぱプライムシリーズがいいですっていう人も多いんじゃないかなって思います。では、スペック周りの部分をですね、もうちょっと見ていきましょう。まずポートなんですけど、こちらの方ですね、横に USB-C が2つついてます。こちらがインアウト対応してて、あとは入力用に AC ですね、こちらがついております。そしてパワーのところですね、 AC の方がこれは 30W かな、 35W ぐらいかが最大ですね。 USB の1と2ですね、こちらからも入力が可能で、最大で 30W で本体の充電が可能です。逆の出力ですね、こちらですね、 AC を差しながら使うと充電器モードみたいな状態になって、何も差さない状態でいくとモバイルバッテリーとして使用が可能となってます。ただですね、これ単ポートで行った場合だと一緒です。一応その出力の最大が 65W となってます。 65W なんでね、まあ、ある程度のね、機器に対応ができるかなって思います。スマホやタブレットはもちろんなんですけど、パソコンも省電力タイプのパソコンとかであれば充電として使えるかなっていうところでございます。結構ね、扱いやすいサイズ感なので、それこそこういうカラビナみたいなやつに引っ掛けてもいいのかなっては思うんですけど、結構ここがね、ツルツルのなんか鏡面というか、なんだ、ガラスじゃないですけど、傷つくかもしれないので、まあ、そこがね、気になるっていう人ももちろんいると思いますので、よいしょ、このケースがついているわけですね。はい、まあ、こんな感じです。
で付属のケーブルもこれ結構いいやつですね。長さどんぐらいだろう、1メートルぐらいかな、1メートルぐらいやと思うんですけど、結構ナイロンもごつくて、はい、ここの、ね、差し込み口とかも、しっかりした作りしてますね。結構いくと思うんだけどな、これ あったあった、見えますかね。これね、240ワットまで使えるケーブルですね。いいケーブル。ではちょっと使っていきましょうかね。スマホに充電します。はい、高速充電中と出ております。はい、でこちらやっぱプライムシリーズのいいところなんですけど、出力がねちゃんと表示されるんですよね。字はねそんなに大きくないんですけど、ディスプレイがねしっかりしてるんでね、くっきり映ります。はい、今 23W でスマホを充電しておりますというのがこれでわかりますね。 C ポートもう1個あります。こちらもちょっと出力で使ってみましょう。はい、ハンディファンに取り付けました。はい、そうするとですね、それぞれ C1、C2 でこれぐらい使ってますよっていうのが見えますね。これ結構やっぱり便利なんですよね。でちょっと本体操作で1個あってですね、ここ横のボタンを長押しするとモードがねちょっと変わるみたいなんですよね。このスクリーンの表示時間ですね、基本は1分なんですけど、長い時は30分までできそうですね。でここがスクリーンの明るさですね。はい、この C1 ポートですね、ここの C1 ポート、これがインプットとアウトプット両方いけるようにするかとか、アウトプットオンリーっていうのもできますね。これねいいんですよ。ちょっと検証で使いたい時にアウトプットだけでやりたいですっていう時あるんで使えそうですね。はい、っていうようなモード選択が本体から操作ができます。じゃあ次は急速充電器モードでやります。はい、まずこれ挿すと、今入れた状態だと、充電使い切っちゃったんであれなんですけど、こんな感じで、充電が進んでます。で一応小さい文字で書かれてるんですけど、この勢いでいくと今 2% ぐらいなんですけど、1時間20分でフル充電ということになります。なので 0% からやってもね、1時間半以内に、まあ、フル充電ができそうですね。ここの出力ですね、見てもらうと分かる通り 35W ぐらいでね、本体がまあ充電できているような状態になります。この状態で今 USB-C 刺さってるんですけど、スマホとかを挿すと、ここでね急速充電モードに切り替わるかな、切り替わったかなっていうところですね。で一応見てもらうと分かるんですけど、多分ですね、スマホの方に充電もしてるし、本体のバッテリー容量も増えているので、これパススルーで充電ができてますね。 AC のこのコンセントからバッテリーも充電しつつ、他の機器へも充電ができているっていうような状態ですね。これね、前のっていうかプライムシリーズじゃないアンカーパワーバンクのフュージョンの方ではできなかったんですよね。パススルー対応できてなかったんですけど、こちらのアンカープレムは多分ねこれパススルーできてると思うんですよね。ちょっと手元の資料にはパススルーとかちょっと書いてなくて分かんないんですけど、多分できてるはずです。これはねすごくいいポイントかなって思います。では今度は充電器から本体の方を USB-C で充電してみます。まず充電器の方に USB-C 挿して、でこちらの本体の方に USB-C で入れます。一応最大が 30W だったので 30W になるとは思うんですけど、どうでしょうか。あ、行きましたね。今こちら受け側では 29.5W となってます。で出力元の方もですね 30W と出ているので、もうスペック表の通りですね、ちゃんと充電がされておりますというところでございます。はい、でこれがですね、昨年のアンカープライムですね。こちらが 2万mAh で、こちらがね1万ミリいかないぐらいなんですけど、はい、まあこんな感じですね。まあ、デザインはほぼほぼ一緒っていうところがあるんですけど、ここのね、端子の付け位置とかがちょっと違いますよねっていうのがあるのと、やっぱり今年はねこのAC で充電ができますみたいなのがあるのが強みですね。とはいえですね、昨年のこの2万ミリぐらいのやつだと端子の数が、ね、ちょっと違うんですよね。 C が2つあるのは一緒なんですけど、 A がついてるんですよね。やっぱり A じゃないと充電できないやつがありますっていうのと、去年のプライムシリーズね、全部これついてたんですよね。このポーピン端子、これがあると、はい、これで充電がされるわけだったんですよね。ただ今年のやつはポーピン端子なぜかついてないんですよ。去年このポゴピン端子で充電したいがために、これを充電器を買ったんですけど、まさかのね今年から外れてるっていう、ちょっと悲しい出来事がございました。で去年も確か1万 mAh のプライムシリーズのものがあるんですけど、やっぱりスペックはね今年こちらのフュージョンタイプになっているので、スペック自体は少し抑えめになっているかなっていうのは特徴にはなってるんですけど、まあ、その代わりねコンセントがついてたりっていうのが、変わってくるなっていうところですね。ディスプレイの大きさもちょっと変わったかな
とは思うんですけど、どうでしょうか。あとまあ小型化して携帯性が良くなりましたねっていうところです。はい、っていう感じでね、今回新しく出たアンカープライムパワーバンクの、紹介でございました。初めてのフュージョンタイプということで、最初はねどんなものかと思ったんですけど、よかったですね、いや最近もこのプライムじゃない方のフュージョンタイプ使ってたんですけど、まあ、それもねもちろん良かったは良かったんですけど、今回やっぱスペックが大幅にアップしてるっていうのと、ハッスルがついてるっていうのが良かったポイントですかね。このサイズ感であれば外に持ち運びもできるし、旅行にちょうどいい1万ミリアンペアワーぐらいのサイズ感なので、まあ、今後もねそういう出張だったりとか、お出かけの時に実際持って試してみたいなって思います。で、まあ、ちょっと気をつけるポイントというか、気になったところでいくと、ちょっと入力がね 30W なんですよね、出力の半分ぐらいなんですよ。ちょっとね抑えめになってますね。なので1時間ちょっとぐらいね、フル充電までかかったりするんで、こう 60W ぐらいだったら、嬉しかったなっていうのはあります。ただですね、今回このパスする充電ができるんで、これね、ちょっと前のタイプのアンカーパワーバンクではできなかったいいところなんでね、この部分はねすごいいいなって思いますけど、あとこれ対象者少ないんですけど、後ろのこのポコピン端子が今年からなくなっちゃったんで、この急速充電器を買った身としては少し悲しいです。あとはですね、出力が USB-C 2つだけなので、やっぱ前作だとタイプ A もあったんですよね。 A があった方がやっぱ嬉しい人は多いかなとは思うんですけど、まあそれを入れることでやっぱサイズ感が変わってきたりもするかもしれないんで、まあ、ここはまあ難しいところかなって思います。ただ私個人としてはほぼ C に寄せちゃっているので、そこら辺問題なく使えるかなとは思いますってところですかね。で、価格がですね14,990円ですねとなってます。やっぱりちょっとプライムシリーズということで、お値段もそこそこしますというところではございます。まあ、なので今まで昨年のプライムシリーズはスペックがもうほぼほぼフルマックスで使っていたのに対して、このフュージョンタイプはちょっと使いやすさに少し寄せて作られているようなイメージがあったりします。まあ、けど旅行とか出張には使いやすいモデルになっていますので、またねこちら概要欄に載せておきますので、気になった方はねぜひ見ていただければと思います。であとね、このプライムシリーズの発表会の時にもちろんこれ以外もいろんな機種発表されています。その辺も全部まとまっていると思うので、またねこれ気になった方はねぜひ見ていただければと思います。結構アプリ連携されているものだったりとか、充電器だけのものだったりとか、まあ、その辺が好きな人は楽しいかなって思います。というわけで、今回はプライムシリーズで初めて出た、フュージョンタイプですね、アンカープライムパワーバンクのフュージョンタイプの紹介でございました。またねこれいろいろちょっと使って試していきたいなと思います。というわけで今回は以上です。それじゃあまた。